たちの平成って見にくくないか？ごきげんよう、世界一の転売屋ガラクタ屋オルドです。いや、これ驚いたわ。いや、寝て起きたらさ、クォーツアライドオッチの発売発表されてんの。というわけでプレバンページ見ていきます。まずブラックアライックスセットから。平成は終わらないパーティーしてるわ、めちゃめちゃ。で、まあ、絵柄チェンジでボタンを押して光るなれっていうのはデフォルトで、あの、アーマータイムの方にセットしててさ、ライダータイムってなるんだよ。この仕様の変更がどう出るかね。まあ、結構これ待ってたから商品化してくれるだけ嬉しいんだけどね。いやー、あれか、2年か。で、次。令和は俺が作るってわけで、新 ZOJ。 これね、で、絵柄チェンジでボタンを押して光るなる。で、ライダータイム。あれだ、ボタン2回押した時の説明とかどうなるんだろうね。その辺のさ、解説書いてないから、ちょっとその辺気になるよね。そして、編成が止まらない。アルファとネオネで劇場の前売りでオメガ発売されてるから、アマゾンオメガ発売されてるから、これでアマゾン揃ったねっていうのと、ようやくだよ、ようやくブランコッチが商品化されて、でこれね、いやー、え、ピッパディッシャフル使用世代だよ。もうここまで来るとやべえわ。すげえわ。で、これに伴って、トレンドがご覧の通りです。いやー、平成終了とかパーティーとか最高に平成してるわ。というわけで今回は、まあね、ようやくライドウォッチも商品化されてなかったやつらが商品化されてたんで、まあこれは間違いなく買うね。買います。というわけでご視聴ありがとうございました。